平野紫仕様の飛べ合流後の怒涛の SNS 活動により、ファンからは睡眠不足の悲鳴が上がるほどの驚異的な人気を誇る。ジャニーズ事務所を退所し、新たな事務所、飛べに合流した平野紫仕様が、そのインスタグラムアカウントでファンを魅了し、質問に驚異的な数で答えたことが話題となっています。 平野紫仕様のファンは、その活動に対して熱狂的で、その更新頻度と内容によって驚愕し、睡眠不足の悲鳴を上げています。本記事では、平野紫仕様の急上昇する SNS 人気と、彼のファンに与える影響について探ってみたいと思います。 平野紫仕様、SNS デビューと飛べ合流5月22日にジャニーズ事務所を退所した平野紫仕様は、新しい事務所、飛べ、への介入を発表しました。この発表に続き、彼はインスタグラムアカウントを開設し、ファン待望の SNS デビューを果たしました。この瞬間から、彼のファンたちは興奮の渦に巻き込まれました。 平野紫仕様が SNS を通じてどのようにファンと交流し、どのような魅力を発揮しているのでしょうか。インスタ解説からの急上昇平野仕様がインスタグラムアカウントを開設した初日、平野仕様です。インスタ始めました。と投稿すると同様かの深夜からこれやってみたかった。何か聞きたいことある とストーリーズの質問機能を使いその更新頻度に注目が集まりました。わずか2時間ほどの間に、平野潮は115以上の質問に答えたのです。質問に対する平野節ファンから寄せられた質問に、平野潮は彼なりの個性的な回答をしています。例えば、歯磨きしてくるね、とのメッセージには、奥歯丁寧に磨くんだよ。奥歯によろしく言っといて。 という温かい答えが返ってきました。また、バイト頑張って、ファンクラブは行ってライブ行くね。との質問には、俺も頑張って、みんなが喜ぶものみんなで作るね、待ってるからね、と返答。このように、彼の回答はファンへの愛情が感じられるものであり、ファンからの親近感を高めています。驚異の反応平仕様の急激な SNS 人気には驚くべき反応があります。 モデルのゆうちゃみも彼の質問への回答について質問箱をされてる時点でこっち、フンからしても親近感が湧くというかめちゃめちゃみんな嬉しいやろうなって、とコメントしました。さらに、百件。疑問符それはちょっと私にもできない。とも話しています。 ネット上でも、1からのスタートを頑張る感がすごいね。こんな更新されたら目が離せないから、いつまで経っても眠れません。アイドルとしての役割を分かっている、との声が多く見られます。フォロワー数の球場翔平や潮のインスタアカウントは、解説からわずか29時間でフォロワー200万人を突破しました。この数字は、その魅力とファンとの緊密なつながりを示しています。 今後、フォロワー数がどこまで伸びるのかについても注目されています。平野市用の SNS デビューはファンにとって大きな驚きと喜びをもたらしました。彼の更新頻度と質問への回答は、ファンとの距離を縮め、親近感を高める要因となっています。 今後も彼の SNS 活動はファンにとって楽しみな要素となり、そのフォロワー数の増加がどこまで続くのか期待が高まります。